なんだこれはー。今回もまた何があったんだ。原作の漫画で良かったシーンが変えられていたのよ。許せないわ。意外に原作を無視してくるアニメって多いんだよな。そんなに多いのね、なんか残念だわ。今回はアニメ史に残る原作無視アニメを8つ紹介していくぜ。なんかよく原作レイプとか原作クラッシャーって言ったりするわよね。アニメ放送後は、ひどい評価や批判が多く見受けられるな。だけどそれだけじゃない原作無視もあるんだぜ。何それ、すごく気になるわ。早く紹介して。それじゃあ早速見ていこう。ゆっくりしていってね。1、千回伝、方針演技。まず最初に紹介するのは千回伝、方針演技だ。初めて聞く名前の作品だわ。このアニメは原作が週刊少年ジャンプにて1996年から2000年まで連載され、藤崎龍先生による漫画作品で現在は累計発行部数2200万部を突破しているぞ。原作はしっかりと人気作品なのね。アニメは1999年の7月から全26話で放送されたぜ。このアニメは3000年前の古代中国が舞台で鮮魚であり陰の攻防である。脱皮によって人間界は乱れていたんだ。そんな人間界を救うべく、三大仙人の一人、原始天孫は悪の扇動を深海に封じるために、人間界に新たな王朝を作るための計画を弟子である太公望に一任するんだ。そんな太公望が仲間と共に計画を進めていく物語になっているぜ。なんか中国とかの登場人物って名前が覚えられなくて、こういうアニメって今まで見たことないのよね。確かにちょっと難しい話が多かったりするもんな。それでどんなところが原作無視なのかしら。このアニメに関しては、原作から改変されているところが多くて、もうアニメと原作は別物と捉えた方がいいと思うぜ。そんなに違うの？メインキャラの設定や性格の改変、ストーリーにも変更点があるんだ。確かにそこまで変わっていると原作とは別物と捉えた方が良さそうね。一番大きな原因は、原作がやっているのにもかかわらず、アニメを完結させようとしてしまったところにあるだろうな。もうそこまで行くと別物として作った方が良かったんじゃないかしら。そして、しばらく経った2018年に新たに波及方針演技として、アニメが放送されたんだが、原作が終了しているのにもかかわらず、なぜか、改変しているポイントを作りファンからはかなりの批判があったそうだ。そっちに関しては本当に謎ね。なんで変えてしまったのかしら。この作品が気になった人はぜひ漫画の方を読んでみることをおすすめするぜ。2、よすがの空。次に紹介するのはよすがの空だ。あ、これ聞いたことあるわ。なんか内容は結構強烈ってよく耳にするわ。あんなシーンやこんなシーンがあるからな。よすがの空の原作は2008年に発売された18禁恋愛アドベンチャーゲームなんだ。18禁だからあんなシーンやこんなシーンがあるのね。アニメはそれを元に作られ、2010年の10月から放送されたぜ。よすがの空は山奥の田舎に妹と二人で移り住んだ主人公が、いろいろなヒロインたちと不器用な恋愛を展開する物語となっているな。ザ・恋愛って感じの物語みたいね。じゃあ本題の原作とアニメの違いはどんな感じなのかしら。実は原作の主人公、はるかはすごく人気な主人公でヒロインよりも人気という、恋愛ゲームでは異例の展開だったんだ。そして原作ファンの中で最も人気だったのが主人公の妹、空だったんだな。だから原作ファンは、空を中心にしたルートを制作することを、大きく望んでいたってわけだ。それでどうなったの？だけど、アニメははるかが浮気しまくるストーリーになっていて、たった12話なのにヒロイン全員に手を出すシーンがあるんだ。うおー、だから強烈な内容になってしまったのね。これにより、原作の浮気をしないはるかと空の一途な関係が見たかった。原作ファンからは批判が集まったって感じだな。確かにファンからすると悲しい展開かもしれないわね。今作り直しても人気が出そうな作品だし、もう一度作ってほしい気持ちもあるな。そうすれば、おすすめできるアニメになるかもしれないわね。以上がよすがの空の紹介だ。それじゃ、次の作品に行くぜ。3、君キスキュアルージュ。次に紹介するのは、君キスキュアルージュだ。この作品も初めて聞いたわ。見た感じ、また恋愛ゲームっぽいわね。君キスは2006年にエンターブレインから発売された恋愛シミュレーションゲームだな。アニメは、2007年の10月から全25話で放送されているぜ。やっぱり原作は恋愛ゲームか。内容も、主人公が高校2年生なのに恋愛をせずに半分が過ぎたことに気づき、積極的に行動を起こした結果、様々な女の子と出会い、ってな感じのザ・恋愛ゲームのストーリーになっているな。恋愛ゲームの主人公になりたかった。じゃあ原作との違いはどんなところなの？このアニメも原作とは違った設定が問題になった作品だな。まず原作には主人公が一人しかいないが、アニメ版は二人存在することになっているぜ。また容姿が異なったりと、まあなかなかにひどい原作改編だったわけだ。確かにそれは炎上しそうね。あとは単純に結末がスッキリしなかったり、単純に内容に関する批判もあったみたいだな。恋愛ゲームをアニメにするのって難しいのかしらね。まあ、いろいろ含めてひどい評価を受けたアニメになってしまったぜ。以上が君キスの紹介だ。次の作品に行くぜ。4、紅。次に紹介するのは紅だ。かっこいいタイトルね。紅は片山健太郎先生によるライトノベル作品が原作で、2005年から2008年まで全4巻で刊行されたぜ。アニメは2008年の4月から6月まで全12話で放送されたな。聞いたことないアニメだけどどんなお話なのかしら。主人公は平凡な生活を送る高校1年生で、揉め事処理屋という店を営んでいたんだ。なんか変わった店ね。そんな主人公は同職の大先輩から世界屈指の大財閥の令嬢を護衛する任務を与えられて、二人の共同生活が始まるんだ。そこに令嬢を狙う人物が現れて、ってな感じの内容だ。続き普通に気になったわ。でも原作とアニメではもちろん違いがあるんでしょ。もちろんだ。このアニメもキャラの設定を変えすぎて、全くの別物になってしまったんだ。またなのね。基本的にキャラかストーリーの改変が目立つわね。そのせいで原作ファンからはやはり批判が殺到したみたいだな。だがアニメ単体で見ると、意外と面白いって意見も結構あったぜ。原作を読んでいない人からすると案外楽しめるかもしれないのね。原作ファンからすると残念だと思うが、原作とアニメは別物と割り切れば、案外、面白い作品ってことだな。私は小説読むの苦手だし、アニメの方から見てみようかしら。まだ見たことがない人は、気になった方をぜひ読んでみてくれ。以上が紅の紹介だ。それじゃあ次の作品を見ていこう。5、アークザラット。次に紹介する作品はアークザラットだ。またゲーム作品かしら。そうだな、原作は G クラフト製作のシミュレーション RPG が原作となっているな。1995年に発売されて、2018年時点で累計370万本を超える名作になっているぜ。しっかりとした名作なのね。アニメはアークザラットの続編、アークザラット2を原作として作られ、1999年の4月から10月まで全26話で放送されたぜ。アークザラットは7勇者が語られた世界にあるスメリアという国の少年アークが、行方不明の父親を追い求めるうちに勇者としての使命を背負うことになり、その使命と、押し寄せる波に立ち向かうって感じの、ザ・ RPG といった内容になっているな。王道ファンタジー作って感じかしら。めっちゃ面白そうだわ。ゲームはすごく気になったんだけどアニメはどう違うのかしら。キャラデザと声優が変更されていたり、性格も変わっていたり、大きく変更されたんだ。やっぱりゲームをプレイしていた人はかなりショックでしょうね。作画もかなりひどく、原作ファンからするとかなり残念な作品になっていると言えるな。作画がひどいのはアニメとして見るのもかなりきつそうね。この作品が気になった人はぜひゲームの方をプレイすることをお勧めするぜ。ただ、スイッチや PS4、PS5 といった最新機種でのプレイができない点が、少しハードルが高いって感じだな。かなり昔のゲームだもんね。どのハードなら遊べるの？とりあえず初代 PS があれば1から3まで遊ぶことができるな。あとは今なら PS クラシックを買うって方法もあるな。ただ限定生産だったため、もう新品で買うことができないから、転売されているのを買うとなると少し値段が張ってしまうのもハードルが高い点だな。やってみたいけど迷いどころね。ぜひお金に余裕がある人にはプレイしてほしい名作だな。以上がアークザラットの紹介だ。6、魔法先生ネギマ。次に紹介するのは、魔法先生ネギマだ。ネギマはよく聞く作品だけど見たことはないのよね。確かに、今の10代の子たちは世代ではないかもしれないな。魔法先生ネギマは赤松健先生原作の漫画作品で、週刊少年マガジンにて、2003年から2012年まで連載されたぞ。アニメの放送は比較的早く始まっていて、2004年には制作が決まっていて、2005年から全26話で放送されたんだ。少し前になるわね。それは知らないわけだわ。ネギマは10歳で魔法学校を首席で卒業した天才、ネギ・スプリングフィールドが、日本の女子中学校の先生をするという大胆な設定の物語になっているぜ。大胆だけど面白そうね。連載当初は萌え路線や恋愛ものっぽかったが、ストーリーが進むと、しっかりバトルが本格的になりそっちの方向でも面白くなるぞ。萌えとバトルが両方楽しめる作品なのね。じゃあ原作とアニメはどこが違うのかしら。まず1期の時点では作画がかなり指摘されていたんだ。その出来のひどさに作者の赤松先生からも指摘を受けるほどだったんだ。確かに書いてる側からすると、アニメ化するならしっかりしてほしいものね。その指摘もあり、13話時点で監督が変わり多少は改善されるんだが、後半は大きく物語が異なるストーリーに変更されたぜ。なんでなんだ。2期からは制作会社が変わったものの、原作とは別のストーリーになっているんだ。またこの作品も原作未読勢からすると楽しめるかもしれないが、原作ファンからするとかなり残念な作品になってしまったってわけだな。なんか全体を通して残念なアニメ化だったってわけね。ネギマが気になる人はまずは漫画から読んでみるのがいいかもな。以上が魔法先生ネギマの紹介だぜ。7、トラブル。次に紹介するのはトラブルだ。トラブルも原作と異なった作品だったのね。トラブルは矢吹健太郎先生原作の漫画作品で、2006年から2009年まで、週刊少年ジャンプで連載されたぜ。その後はスピンオフ作品としてトラブルダークネスが、2010年から2017年まで連載されたんだ。かなり昔からやっている作品だったのね。知らなかったわ。アニメが初めて放送されたのが2008年だから、もう15年も前になるんだよな。その後は2期やダークネスも放送されていて、かなり長くにわたって人気な作品ってわけだな。誰しも聞いたことはある作品だし、すごく人気なのは知っていたわ。それにしてもトラブルが原作無視をした作品だったのは意外だったわね。ストーリーが違ったり、設定がオリジナルだったりするわけだが、まだ漫画連載が途中で、話のストックが少なく、原作にあるエピソードを改編して作られたようだな。確かに仕方のない理由なのかもしれないけど、少し原作ファンからするとショックでしょうね。その結果2期からはある程度漫画に近いような形で制作されているぞ。それは良かったわね。やっぱり漫画も人気なんだし漫画を再現するのが一番よね。ちょっと過激なシーンには白い光を入れたりしてうまく対応していたな。あの光さえ取れれば。そんな感じでトラブルの紹介は以上だ。次が最後の作品だぜ。8、クラナド。最後に紹介する作品はクラナドだ。これって神アニメじゃなかった。原作を無視したアニメだったの。クラナドはキーが制作したゲーム作品が原作で、少年少女の恋愛や友情を描き、泣きゲーとして注目を集めた作品だな。神アニメ丸線みたいな動画を見ると、このアニメは基本的に入ってる気がするわね。アニメは2007年に京都アニメーションによって制作されて放送されたな。その後は2期も制作されているぞ。ところでどんなところが改編されたのかしら。若干のアレンジはされているが、基本的なストーリーは同じになっているぞ。ゲームでは様々なルートがあって、それをアニメに落とし込むために、軸となる渚ルートをメインに添えてそこに様々なルートをうまく合わせながら、一つのアニメとして制作したって形だな。やっぱり単純にゲームをアニメ化するって難しいのね。ゲームは自分で選んだ選択によってルートが分岐してしまうからな。アニメ版では色々な要素を見せるためにかなり苦労したんじゃないかと思うぜ。これは制作陣に拍手を送りたいわ。しっかりとアニメも高評価を受けている作品だし、これはいい意味の原作改編と言っていいかもしれないな。もしアニメを見て感動したり、いいと思った人はゲーム版をプレイするってのがいいと思うぜ。色々なルートを体験してクラナドを知り尽くしたいわね。人生とも言われている作品だし、まだ見ていない人、プレイしていない人は、ぜひやってみてくれ。ということで今回は、原作無視アニメを8つ紹介してみたぞ。悪い原作無視ばかりだと思ったけど、案外いい原作無視もあるのね。他にも原作無視で話題になったアニメがあれば、コメントにて教えてほしいぜ。あとはチャンネル登録と、他の動画も見ていってくれると嬉しいです。ということで今回は以上だ。ご視聴ありがとうございました。